です高井ですさあ行きましょうか YouTube コメント欄から質問いただきました高一です10月に予備校に入学しましたどうしても周りと比較すると下手で悲しくなってしまいますなので自分は美術の道を諦めた方が良いのかと感じましたですがどんなに下手で似てない石膏デッサンでも描き終えた後楽しかったという気持ちになります 自分は一応進学校なので美術を諦め勉強に専念するということもできますがやはり絵が好きです下手でも描くことが好きですこの場合どうするべきなんでしょうかそれと石膏デッさんのコツを教えていただきたいです <laughs> はいはいなるほど、まあ、10月えっ、ー、と現在2月2月 2>、はい、になるんで 10 11 12 12半年経ってないぐらいですね。で高校1年ですまね。予備校の中で、はい、まあ経験値も、まあ、浅い方でしょうし、はい、まあ学年も下でしょうし 1>、はい、高1だからね。はいうん、だから、まあ、周りと比較するとやっぱり周りはうまいなと。 それはまあ不安にはなりますがなりますね、うん、でもまあ、ある程度当たり前っちゃ当たり前ですよねいきなりこう入った高一がさ <laughs>、はい、うん長くやってる上の人たちと同じわけはないのでそうですね、うん、だから想定していた感じといもう言えなくはないかなと思いますけどね最初はこんなもんだろうと。うんうんうん まあ同じ1年生でも4月から始めてる人と10月から始めてる人でやっぱり違うじゃないですか周りっていうのは同じ例えば浪人生ということではなくてそうそう同じ高1の可能性もありますねはいはいはい、はい、なんかこう途中から部活に入るみたいな感じなんでなな4月からやってる高1よりは <laughs> みんなパスとかすっすとかできる 俺はんでこんなぎこちないんだおいおいみたいな何のいやサッカーとかバスケとかバスケ始めたばっかりはそこそこできないじゃないですか4月からと10月からだいぶね差がありまそれはそのなんていうか運動神経あるなしに限らずある程度やれば期間がまだちょっと短いっていうねなあ <laughs> なんかそんな点でもちょっとこう記憶れしちゃうところはあると思うんですけどあれ、うん、あそうですねはいあとその <laughs> このこの勉強って全然結果につながらないじゃないですかなかなか絵の何<の><ー>ていうかこうまあ暗記とかと違うので、うん、今日は10個単語を覚えたとか、はい、明確なその成長が見えないですよねなんか 昨日と今日を比べても、うん、変わったんだろうたさほど変わらないというか何がみたいな、うんうんね、おかしいなってなんか予備校行って3か月ぐらいすれば普通うまくなるんじゃないのとかって、ねうん、思いたくもなりますよね。なるほどでもそうならない。なななななかかならないなるほどね 周りと比べるとやっぱり不安になるし、はいはい、でもまあ書くこと自体は面白いと、はい、いうことですね楽しかったっていう気持ちになりますと。いやーちょっとな,なかなか軽はずみなことは言えないですけど楽しいんであれば、うん、まあそうですねでもそこ一番大事ですよね、うん、<の>楽しくないっていうのがよくないと思うんであの例えば、うん、始めた瞬間に、うん、例えば じゃあ高一の4月から始めたとして、はい、4月とかって始める人多いじゃないですかです、ね、自分だけじゃなくてね、はい、他にも、はい、そ,うそうやってこう同じ一斉に始めた人たちの中で、うん、こう自分が何か割といいよなんて先生から言われることが多くて周りの人よりねはい,、はい、いいよなんて言われることが多いあ自分がってのは僕のことじゃなくて、うん、そういう人がいたとして、うん、なんか褒められるなこの人。うん、だけど そそんななに楽しくいの人は周りの子は夢中でやってるはい。でもあんまり楽しくなさそうな子がいつもママ上手みたいなそんなことっていうのをちょっと見たことがあって始めて間もない頃に上手な子とそれが好きな子っていうのがあんまり一致してない感じっていうのを見たことがあるんですが 後々その半年後とか1年後に、うん、どうなるかっていうと、うん、あのやっぱりその興味が持てない子ってなかなか成長しないんですよ、うん、あそ最初にしてはよかったんだけどそ,、ね、そこからこう成長のその上り坂をなかなか描かないというかそうゆ,ゆっくりそうです、ね、横ばいというかもうちょっと低いところからスタートしてる子は、うん、でもすごく楽しいと。 という子であればどんどん成長していってで逆転していくのっていうのは結構そういうのも多く見るあのやっぱりいろんなケースはあるのであの全員がこうなるっていう話じゃなくてそんなのも多く見ているのでそのやっぱりこう継続できるっていうことはすごく大事なことだし何事においてもでその継続していく上でそのことが楽しいとかまあそれに対して興味があって。 あるとか、うん、それってのは、一つ強いこう、アドバンテージっていうふうに思いますけどね。はい、はい、なんかその。面白いと思えないんだけどっていう悩みって、結構。辛いじゃないですか。はい。その。面白いと思おうとしても。思えないものって。思えないので、うん <laughs>。思えないですね。はい、だから、面白いと思おうとする努力って、すごく難しいんですよね。<laughs> 無理ですよ。はい、でも、面白いと思ってるものを。<laughs> うん こう一生懸命練習するっていう努力って割とその自分の心に素直な行動だからそうですねあの継続性が出るんですよねはいはい、はい、なんかそうおいしくもないものをたくさん食べれないみたいなでおい <laughs> しいと思えみたいなね難しいですよねこれはおいしいんだからって言われてもいや俺はこれはちょっと できれば、やっぱり続けたくないというか、<や>今すぐやめたいになりますよね。感覚ってなかなか変えられないですから。うん、そうですよね。その面白いと思えてる時点で、うん、これは一つの才能につながるなって思いますよ。すねはい、だから、まあ、うん、今、その周りと比べてどうこうっていうのはあっても、うん、そのとにかく楽しいと。うん、で、それに対してすごく。 努力できる、楽しいから、はい、っていうところがすごくしっかり自信を持てれば、うん、継続性が出るし練習もいっぱいできますよね、うん、苦じゃないというかうですね。はい、でできるようになるまで練習もやればいいしね、うんうん、そうするといろんなことその絵に限らないけどいろんなことが結局はあの身についちゃうんじゃないかなと思うんですけどねレッサーに限らず好きなものを継続的にやっていくことでかなりのレベルまでにはいけると 僕は思いまますけど、はいうんまあでもえっとその話と、うん、あのこう進学校だから美術以外の道に進むか美術に行くかっていうところは、うんえっと、必ずしも直結はしなくて美術以外の方で行くのもいろんなメリットとかあるだろうしそうですね、まあ、美術以外って一口に言っても。 具体的に何なのかっていうのがその1個なのか2個なのかそのやりたいことですね進学校に行った先でそういうことも具体的に考えながら、うんまあ、それと選択肢の一つとして美術ってものと、うん、あの検討して自分にとって何がいいかなっていうのは考えていったらいいと思うんですがそうですただまあ美術を、えー、志すというかな美術の道に進んでいく人の中に、うんうん、えーと 最初に全然できはい <laughs> それで練習して練習してだんだんできるようになるみたいな、うんうん、そういうタイプの人も全然いるので、うん、そこは、えっと、今うまくいってないからといって、うん、あの諦めた方がいいという理由には直結しないですよね、うん、はい。 まあ今、石膏デッサン訓練で描いてるんだと思うんですけどやっぱそれをこう楽しみながらこう繰り返していけるんであれば身につけられるものってたくさんありますからねやっぱ苦痛だと身につけられないんでそうですね石膏、はい、こ,こ,これなんだよこんなおっさんなんで描かなきゃいけないんだよってなったらずっと6時間とかさ1日描くの、うん、最初びっくりしましたもんね。うん、その僕割とえ好きな方だったけど <laughs>、うん 6時間ちょっと飽きちゃわないかなみたいな <laughs> でも全然大丈夫ですね <laughs>、うん、慣れちゃうと。お知りたいなとか、うん、あ僕あ僕は呼び声って最初の課題で「うん、油絵これいつまでに描かなきゃいけないですか?」って「明日まで」って「え2日で描かなきゃいけないの?」って思いました、うん、あのそんなに早く描かなきゃいけないのとかなんかこう、うん、すごいこう繰り返しやっていくことになるんでんかもっと 高校の部活とかってゆっくりやるじゃないですかな,るほどなんかそういうのでこうふわーっとやってたんですけどえそんなにそんなにやなきゃいけないのみたいので <laughs>、えー、ちょっと驚きがありましたね<ー>僕は逆ですねすごいこんなにやんのみたいなはい。 いやで,も 2>, でも2日って 10, 10時間ぐらいでしょはははいはい、はいでも10時間も僕はやるんだってう <laughs> むしろな枚になんか3時間ぐらいでやるもんかと思ってた <laughs>、はい、あもう,そうさらっと終わらせるもんだとうーんそんな10時間も1枚描くんだと思ってやることなくなっちゃうんじゃないかなと思ってましたね、うん、最初そんなことなかったですけどねまあ,あの思い残しのないように、うん、<laughs> しっかりしてほしいなと思いますあまあそうですねし、まあ、しっかり検討してあの、うん やっぱり自分の,その気持ちっていうのもすごいやっぱ大事にした方がいいしその何がやりたいのかっていう自分の人生ですからね、うん、そうですあ、ね、と、はい、からやっぱり美術やりたかったなとかってなる人もいますし、うん、だからまあそうあとから思ったらその時に行動するしかないんだけど、うん、でもまあできればよく検討しておいてあと、うん、から、うん、やっぱりこうだったなみたいなふうにならない方がいいのでねよく検討して。 見てくださいっていう。後戻りのないようにしっかり検討してほしいなとはい思いますはい石膏デーサンのコツをはい最後にあそう一言石膏デーサンのさらっとね入ってきてシと入ってますね石膏デのコツですかうんなんかありますか石膏デーサンのコツこ多分いろんな先生に聞くと本当違う答え返ってくると思うんですよはいうん。石膏デーサンのコツだからあの こういろんな人に聞いてみるといいかなと思うんですけどの本当違う答え返ってくると思うので、うん、あの僕は、うん、石膏デッサンっていろいろこう描きなさいアーケ描きなさいみたいなルールがいっぱいあるじゃないですかまそうですね僕はいうん、もうそれを全部無視して好きなところから好きな場所を描くっていうので気持ちよく描ける環境を作るといいかなと。うん すかか僕はやっってなかったですあああのすごい堅苦しい教えを守ってやってたんですけどなかなかこう構図が収まらないんですよ、うん、直せとかって言われて大きくなったりちっちゃくなったりっていうので、うん、なかなかゴールできなかったんですよ自分の満足いくでそれはあ,ある時、うん、そのもういいやっていう風にしたら形は書けるようになった構図は収まらないけど。 それによって得られたあ情報の処理能力っていうか形はこう書くんだなっていうのを覚えてから、うん、だんだんとその構図っていうところにも目が向けられるようになったんで、うん、なんかすっごいいっぱいいろんな情報が入,入れなきゃいけないんですよいろんなことを気にしながらやんなきゃいけないんですけど、うん、とりあえずできることをやっちゃってっていうのが、うん、僕はいいと思うこれ反対される人非常に多いっぱいいるでしょ、ね、うん、<laughs> でも僕なんとなくわかりますね。はい うん、僕はですね、うん、えっとまあ細かい例えば技術とかっていうことになると、うん、やっぱりこうきりがなくいろいろあるので、はい、まそういうのはあのお茶日のプロセス動画とかでいろいろ見てもらって、うん、その都度こう拾ってもらいたいんですが、うん、でもまあざっくりと石膏でさんのコツって話になるとしたら、はい、えっと、まあ、ちょっと小野さんの今の話とも似てるとこあるんですけど<う>その。 ななんていうのかなんと石膏像を描く前に、うん、そのやっぱり石膏像のなん,なんていうかなかっこよさというか、うん、魅力というかんかこう人体彫刻としてのかっこよさとか、うん、そこにまあ光が当たってあの光と影というなんか現象が目の前に起きてるんですけどその現象のなんか,かっこよさとか、はい、そういうそのかっこよさ魅力ってものを感じた 取ってほしいし、<う>で、そ、それを書くんだと、いう意識を持ってほしいんですね。あの、ただの、なんか比率とか、うんと、訓練だというふうに割り切らないで。あの、書くことが、すごく、えっと、結局は、その、高い評価につながったりとか。うん、あの、受験、だったら点数とか欲しいわけですけど、うん、そういうことにもつながると思っていて。うん だからなんか例えば山を描く人とか風景画として山を描く人ってのはこう山をなんか感じてから描くわけじゃないですからなんか山すげーなーとか思ってから山描くし花を描く人もそうですよねんか花可憐で綺麗だなとか思うから花描くわけですよねだ石膏は訓練だからあのなんか与えられて特に興味もなく描いちゃうとやっぱり <laughs> 目的がないんですよね、まあはい、ただの本当につまんないそ,、はい、その訓練になっちゃうんだけど、はい、石膏もだから花とか山描くのと同じようにえっと石膏像の中にある格好こいいさとか魅力っていうのを感じ取って描かないと、えっと、何も込めるものがない<ー>絵として。はいで石膏デッサンがすごいいい石膏さん描く人でいっぱいあの、うん、今まで見てきてるんですけど、うん、もうみんな共通して。 そういう感覚で書いてるなと思うんですよ。なるほど。はい。セデスさんを楽しんでるというか、いや山を楽しんでるみたいな。<ー>うん、石膏デすさんなんか、形合わせなきゃいけないし比率め面倒くさいみたいな。そういう感覚でやっ てる人はやっぱりなかなか家になりにくくないですか。いや僕はそのあの意識低い系で。そうです。低い系なのかな。いや僕はそのあ酒井さん高い系です。あでもそれ小野さんから見るとそういう言い方になるのかもしれないけど僕としては高い系じゃなくてなんかそのなんていうのかな細かいその数値とかもうどうでもいいじゃんみたいなぐらいの感覚。あの実際にはある程度合わせなきゃいけないんですよ技だけどそういうところ 全然違うところでなだからこれ高いのかわかんないんですけど、うん、もっとなんかこう <laughs> 金,金欲的というか<ー>そっちが高いような気もするけどあ,あ,あでも僕は<ん>もう楽に楽ににでいきたい僕はもうその石膏デッサンをなぜ書かなきゃいけないのかってすごい悩んだタイプなんで。 こんなん絶対書きたくないって思ってたそうなんですねだからその受け入れる作業がすごい辛かったですようん、うん、どちらかというとなんかなんでこんなもん書かなきゃいけないあ,あそうなんですか、えー、ああでもそうなるとしんどいですね事、えー、験生活がしんどくいやそのその頃の僕は油絵家なんですけどそんなに石膏デうさんが出なかったんで予備校の中でもそう出ねえだろうみたいなことを言われてた時代なんでうん、うん あじゃあそれ以外の絵が、うん、えと多く練習できた予備校で出てくる石膏っていうのも先生としてもまあ訓練としてちょいやっときやみたいな雰囲気があったんでなんかこういまいち乗らない感じだったんですけど、うん、<laughs> ただやっぱその受け入れていくにはとにかくやっちゃうよみたいな、うん、<laughs> その軽い。 だからその僕の中では酒井さんと比較してこれはだいぶ意識低いなって今感じたんですけど,どやっちゃうよみたいな、うん、もう大体適当でいいじゃんみたいなので乗り越えていきましたけどねこれでも最初の,そのちょっと質問の最初のともちょっも重なるんですけど楽しいか楽しくないかってなかなかその自分で決められないあ決められないっていうか楽しく。<笑><笑>はいはい あろうとしてどうしても石膏デッサンが楽しめない人っていうのはやっぱしんどそうだったなって思い出すと当時は今と違って芸大デデザインンに構成ッサっってなかたんですよねみんなが石膏デッサンしか選べなくて選択肢なしでそれが一次試験でしかも僕らが受けてた頃はまあ共造の単体だったので何かが生物的に組み合わさってくるとかっていうのはその後の時代なのでひたすら 予備校でもマルス描いてヘルメス描いてみたいなモリエール描いてまたマルス描いてみたいなもうそんなのばっかりずっとやっててだけどだからさっき言ったようにそれが苦痛な人は本当にしんどかったと思うとにかく1字が嫌だと2字はやりたいけど時はでも僕はあの全然石膏屋さんエンジョイ派だったのでなかなかうまくできなかったんですけどまあ石膏像っていうものを描くことは楽しいし。 ひたすらそれしかやってなかったぐらい、<ー>受験時代はもう淡々と石膏ですタ、はい、ばっかり出されるんですけど、はい、全く飽きなかったし、はい、今でも楽しいですね、石膏データが。うん、僕はだからその単にモチーフとして置かれているものっていうよりも、うんうん そのもののその歴史であるとか、うん、誰が作ったであるとかそういうバックグラウンドを調べたりとして、うん、<laughs> なんとか仲良くなるとかちょっと興味をそれもいいですよねししましたよそ,それもいいと思いますだから <laughs>、はい、なんかちょっとしたことで自分の興味が高まる工夫っていうのは、はい、できる限りやった方がいいなと思います,いいすよ。 その人の人なんか性格とかかなんかそういうものを膨らませるのもいいかなとも思うしはい、はい、まあどうしても嫌だっていう人は、ね、なかなか辛いんですけど、うん、まあちょっとした工夫であのエンジョイできるといいかなと僕は思います,そ,す、ね、それが一番コツですねその作家がなぜこれを作ったのかなみたいなのを考えてみると、はい、<laughs> あなんか興味を持てるっていうふうになるかもしれないって <laughs> そういうタイプの人もいますよね。はいうん いや、いくつなんか、結構出ましたね。いい話ができました最後,最後 <laughs> ちょろっと言おうと思ったら、結構盛り上がりました。そんなとこでしょうか、はいはい。今日は以上になります。それではまた次回です。